好きな曲だけシャッフルして聴くみたいな感じで、好きなブースにお客さんが自分のタイミングでこう寄ってアートを見るっていう、そういったことの可能性を引き出していくようなフェアになっていけばいいかなと思って、2020年代のファクトリーっていうものを、そういう場になればいいなっていう思いを込めてリファクトリーっていうタイトルに、はい、しました。今回はミートやアートが3月に開催するエキシビジョン型アートフェアリファクトリーからアーティスティックディレクターの大山エンリコ勇さんとミートやアートの総合プロデューサー加藤慎介さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご紹介お願いします。はい、まず大山エンリコ勇さんからです。はい、美術家として活動し、ストリートアートの一つであるエアロゾルライティングのビジュアルを再解釈したモチーフ、クイックターンストラクチャーを起点にメディアを横断する表現を展開されています。国内外で多くの個展を開催し評価を集めていらっしゃいます。また多数の著作や企業とのコラボレーションも手掛けておられます。大相撲令和4年1月場所では横綱照ノ富士の三つ揃え化粧回しにアートワークを提供し話題となりました。次に加藤慎介さんです。2004年 ABEX 株式会社入社、入社後は音楽事業に長く携わり、現在は新しいクリエイターの開発や事業開発の領域を鑑賞されています。ミートユアアートをはじめ、さまざまなクリエイター領域の事業を推進する ABEX グループの子会社 ABEX クリエイターエージェンシー株式会社の代表取締役も務めていらっしゃいます。今回ミートユアアートでアートフェスティバルやるということで、去年私たちもご一緒しましたけれども、アートカルチャー横断型のミートユアアートフェスティバルがありましたが、はい、今回は特に音楽とのコラボレーションを中心にということで、イベントを開催されるということなんですが、はい、ね、アートフェアという形ですね。はい、ね、うんうんうん、加藤さんにどんなアートフェアなのか教えていただけますと幸いです。僕らってアートプロジェクトをやってるんですけど、ユーザーから見た時にこうアートだけをこうアートで切り取って楽しむ人ってあんまりいないと思っていて、やっぱり日常の中ではアートだったりとか音楽だったりとかファッションとか、まあ、アニメとかいろんなコンテンツっていう横断的にこうお客さんを楽しむわけですし、あとはそのコンテンツとしても僕は ABEX として音楽が中心ではあるんですけど、やっぱり音楽を通してアートを知るとか、うん、ファッションを通じて何かアート性みたいなものを知るとか、やっぱりそのアートだけを切り取るってことっていうのが、まあ、ユーザーの感覚からすると、まあ、なかなかできないというか、そういうものではないのかなっていうふうに思っていて、なので僕らミートユアートの特にリアルイベントに関しては決してアートだけを切り取るってことではなくて、やっぱりそのアートと隣接したカルチャーっていうものを、まあ、ある意味融合させていく、コラボレーションさせていく、まあ、リアルなイベントなので一堂に会していくことで、うん、まあ、通常のアートイベントとは違うアプローチでアートに興味を持ってもらったりとか、うん、まあ、そこに 場としてのやっぱり力をこう持たせていくみたいなことが、うん、まあ、すごく大事だと思ってますし、それがまあユーザーの価値観としてはすごく自然なんじゃないかなっていうふうに思っているので、うん、なので基本的にはミートユアートフェスティバルも今回のリファクトリーも僕らの中で精神性は一緒だっていうふうに思っています。ただなんかミートアートフェスティバルはミートアートの年一のお祭りで、ある意味本当にミックスカルチャーでやったんですが、まあ今回に関しては多分ここはなんか言わずもがなんだと思うんですけど、音楽とアートって歴史を紐解いていくとめちゃくちゃ隣接していて、なんか いろんな文化的な現象を起こしてきたのがアートと音楽だと思うんです、思いますし、あとやっぱりエベックス音楽の会社なので、このタイミングでアートと音楽のコラボレーションで見せていくアートフェアっていうのをある意味こうシャープに作ることによって、通常のアートフェアとは違う軸でお客さんに対してまあまあ訴求していって、うん、今までアートに触れたことがない人にもアートを知ってもらうっていう場所っていうのを、まあミディアティフェスティバル以外にもちゃんと作りたいなというふうに思って、今回リファクトリーっていうイベントを設計したっていうのが基本的な考え方にはなります。はい、まあ、その大山さんが今回メインアーティストでもありアーティストディレクターでもある、しかもそのアートフェアにおいてっていう、なんかすごくこれも珍しい形なのかなと思うんですけど、まあ大山さんにとってまあこの今のまあステートメントにもいろんなこと書いていらっしゃいますけど、まあ今のこうアートの潮流というかこの今に対してまあどういうこう
フェアになればいいというなんかイメージってありますか？アートっていう言葉って、まあ、あの遡ると例えばルネッサンスとか、うん、500年ぐらいの歴史があって、あのアートヒストリーっていうふうになってるんですけど、実は300年ぐらい前とか20世紀の初頭ぐらいに言ってるアートと、うん、今僕らが言うアートって言葉は同じでもかなり違ってたりするんですよね。でそれはこう社会自体が変わっているので、その中でアートの位置づけが変わったりしていると、うん、って考えた時に今本当にその、まあ、特にインターネット以降、うん、すごくその社会の状況も変わっていく中でアートの在り方とか、まあ、発信のされ方、需要のされ方っていうのも当然変わってくると思うわけで、でアートフェアっていうのはもともとフェアっていうぐらいなので、うん、そのギャラリーがブースを持って売る場所であって、アーティストがこう美術館で発表したりするのとはまた違うものだったと思うんですよ、うん、まあ、今ももちろん違うんだけれども、でもなんかそれがちゃんとこうアートが発信される場としてよりこう地に足がついてきて、いろんな形が生まれてきてっていう状況で、でその中でこう例えば音楽でも昔は CD でアルバムで例えば10曲入りだったら最初の曲から最後の曲までこう流れがあって、うん、そのまあそこに一つのアルバムとしての物語があると思うんですね、うんうん、これ美術館で言ったらキュレーションされた展覧会行って最初の部屋から最後の部屋までやっぱ流れがあって、うんうん、作品は個別にあるけど、その作品の上のレイヤーにこう物語がちゃんとキュレーションされたものがある。でもアートフェア行くとどっちかっていうと、あの Spotify とか iPhone とかで好きな曲だけシャッフルして聴くみたいな感じで、好きなブースにお客さんが自分のタイミングでこう寄ってアートを見るっていうのに近いかなと思ってるんですよ。でそれってやっぱりその今だからこそリアリティが増してきてるアートとの触れ方だと思うんですよね、うん、だからそういったことの可能性をなんかもっとこう引き出していくようなフェアになっていけばいいかなと思ってます。音楽業界にずっといる身からすると、うん、もちろんそのギャラリーさんとの向き合いの中で、うん、どの作家さんに今回出ていただくっていうのが、うん、ギャラリーさん的にも僕ら的にもあるべき世界観なんだろうかってところはコミュニケーションを取りながら進めてはいくんですけど、ただ基本的には音楽業界ってフェスに出てもライブに出ても基本的にはアーティストの子が立ってる状態だと思うので、なんか僕らもイベントやるときにもちろんギャラリーさんの世界観をそこで提示してもらうってことは大事かもしれないんですが、僕らとしてはもうちょっと今までアートに触れたことがない人とか興味がある人に入りやすくするってところも一つのテーマだったりもするので、そうなるとやっぱりそのギャラリーさんベースでいろんな作家さんの作品が並んでいるよりも一人一人の作家の子が立っていて、ちゃんとその作家さんのキュレーションされた世界観がそこで表現されていたりとか、うん、一人一人の作家さんに対して丁寧な説明がされている方が多分お客さん的な理解度は高いんじゃないかなというふうに思っているので、なんか僕らがやるフェアだったりとか、イベントの在り方っていうのは今後も個々の作家を立てていくっていうことは一つなんか差別化というか僕らが大事にしたいポイントにはしたいなというふうに思ってはいるんです。なんかあのフェアをねステートメントでくくるっていうこと自体ユニークで新しい取り組みだなと思うんですけど、そのステートメントの中で表現を発信する機会の多さであるとか、あと場の横断性みたいなところに触れてらっしゃったんですけれども、昨今のそのアーティストを取り巻く環境みたいなところについて大山さんはどういうふうに見られていますか？やっぱりそのアーティストが自分で自分の活動を意味付けして活性化していくっていうことが増えてる気がするんですね。前であれば例えば批評とかアートヒストリーっていうものがすごく強いフォームをアートの世界に与えていて、で例えば前の世代がこういうやったこういう仕事に対して反応する形で次の世代のアーティストが何かを作るっていうような、その応酬でこうコンテクストが紡がれていくっていうような、でそれがまあ全体を強く規定していたっていう時代がやっぱ長くて、まあ今でももちろんそれはあるし、それはそれで非常に重要なんですけど、同時にそのアーティストが自分で今回はこの展覧会でこういうテーマでやって、それを自分で発展させて次の展覧会ではこうやって、でそれがこうアーティストの中の個人のコンテクストが紡がれていて、それで場ができて一つ その 作品世界が出来上がっていく、まあ、これももちろん前からあったことではあるんですけど、そういうことを積極的にアーティストが自分で自分を価値づけしていくっていうことがやっぱり増えてきてると思うし、うん、逆にそれであれば場を問わない、うん、ギャラリーでやった次は
自分のスタジオで自主開催した、うん、その次はアートフェアのブースを使ってやった、うん、一見バラバラなんだけどアーティストの軸で辿っていくと、うん、あ全部つながってて全部物語になってるじゃんっていう、うん、それを、まあ、言語の力も作品の力も使いながらできる作家が増えてきてるんじゃないかなって思うんですよね、うん、その作家の SNS をフォローすることでつなげられるというか見てる人は、うんうん、場所が違ってもつなげて見ることができるっていう。ちなみに名前の由来って何ですか、このリファクトリーって、まあ、ウォーホルのニューヨークにあったスタジオの名前がまあファクトリーなんですよね、うん、で今回に関してやっぱりいろんなカルチャーだったりとかいろんな人っていうのがここで混ざり合って新しいコラボレーションだったりとかいろんなアウトプットっていうのが出てくることっていうのも片側では期待しながらこのイベントを設計したいなっていうふうに思っているので、なのである意味その2020年代のファクトリーっていうものを、まあ、これだけで作れるとは思えないですけど、うん、ただまあそういう場になればいいなっていう思いを込めてリファクトリーっていうタイトルに、うんはい、しました。アートとミュージック、まあ、絶えず隣接っていうまあ言葉はありますけど具体的にどういうふうにこうこの中でリファクトリーの中で展開させようと。そうですね、まあ、大きく分けて、うんアートフェアがまずあって、うん、でもう一つは、まあ、現代美術とミュージシャンのコラボレーションライブっていうものをやろうと思ってます、うん、でこの二軸を中心にそれ以外にもちょっとまだ情報解禁できてないものが多いんですが、アートと音楽のコラボレーションコンテンツっていうのをいくつか散りばめている予定なので、うん、その複合的なコンテンツとしてアート×ミュージックっていうものが表現できればいいな、でそれでまあ、もちろん演出とかも含めてなんですけど今までのアートフェアとは全く違う、うん、エキシビション型のアートフェアであり、うん、あともう見た目としてもコンテンツとしても全く差別化したものができるといいなというふうに思います、はい、アーティストとの音楽との共同っていうのがなんか楽しみやなと思いますけどまだ情報解禁できないんですよね、はい、でもライブの方はかなり楽しみにしておいてほしいですよね。そうですね、うん、めっちゃ気になるそこまでそれなりの規模感とそれなりのプレイヤーで、うんうん、現代美術とミュージシャンのコラボレーションライブをやるっていうことは あまり前例は国内ではないはずなんです、ね、うんでまあ、あとちょっと ABEX って話になるんですけどやっぱりその、まあ、僕らがやっぱりやるイベントではあるのでもちろんそのちっちゃな試みをやっていくっていうのも大事かもしれないですが今紹介すべきアートないしは、アーティストっていうのはきちんと紹介しながらも、うん、やっぱりそこにどういう見せ方を載せていくかとか世の中にどれだけの影響力をこう与えていくと発信していくかっていうところは、まあ、一定の規模感だったりとか派手さを持ってやりたいなっていうふうに思っていて、やっぱりそれでシンプルにやっぱ楽しいイベントにしていきたいなっていうふうに思っているので、ってことでいうと割と規模感のあることがこれからいくつか控えてたりもするので、なんかそのあたりも含めて期待しといていただけると良いのじゃないかなっていうのと、まあ今までのアートフェアとは違うちょっと風穴を開けられるような取り組みになりそうだなという、手応えはありますね、はい、なんか聞くところによるとトークイベントもあるというお話なんですけど、うんうん、そうですね、それも会場内で、はい、そう会場のアートフェアの会場内で、はい、まあ、おそらく金土日か土日の、まあ、いずれかだと思うんですが、うん、トークセッションもやろうと思っているので、うん、まあ、トークセッションもミュージシャンと誰かとかっていうコラボレーションもあるかもしれないですし、うん、まあ、いろんなコンテンツの中にこのアートとフィルミュージックっていう要素を散りばめていきたいなと思っています。大山さん自身はどういう展示をされるんですか。ちょっとサイズが大きめのものを、うん、ニューヨークから持ってきて、はい、今回のいろんなところのウェブサイトでやったりっていうところにビジュアルとして使っているものだったりするんですけど、うん、はいはい、それを展示するっていう形になります。なるほど、フェア全体の空間ではかなり印象的な作品になると思うので、なるほど、おそらく横幅も18メートルぐらい、そんなサイズか、そうですね、なるほど、いや楽しみですね、うん、まあ、まだちょっと言えない情報もある、多そうです ね多いですねまあでも、まあ、トークイベントの内容だったりとか、うん、まあ、何よりもライブですよね。どんなアーティストが来て、うん、どんなアートとのコラボレーションでライブが展開されるのか、うんうん、ちょっと情報をこう、はい、まだみんな追っていただければと思います。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは大山エンリコ勇さんと加藤慎介さんでした。